はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、電車の卵レンタマトーマスです。はい、デンタマといったらですね、昔こちら紹介しましたね、うん、E6 系のデンタマでございます、うん、それとこの巨大なデンタマ型の貯金箱も紹介しましたね、うん、はい、これと全く同じですね、超似てるやつ、うん、でそのですね、なんとトーマスが出ておりましたので、これは買わねばいかんだろうと思って買いました。そうだね、はい、すごいね、うん、まあもう見た感じトーマスだからあげちゃいましょうか。はいはいじゃあ開けますよ。はいはい、はい、やっぱ電車の卵だね。こんな感じで何もないね。はい、はい、ボン、はい、取れたそのまんまだね、うん、あ、はい、こちらがデンタマのトーマスですね、うん、丸まっちゃったねトーマスね、うんうん、顔立ちが似てる、うん、そうだね、ここだけだね、うん、ちなみにですね、煙突はここに丸で表記されておりますね。え、本当？これ煙突だね面白い、うん、しょうがないよね、うん、卵型にしないといけないから、デンタマは、うんうん、でもおもろい。ちなみに E6 系のデンタマはこちらでございますね、うん、形はもうまるっきり同じですね、うん、上の絵柄が違うだけだね、うんうん、まあ、そういった意味では E6 系の方がこうなんかクリアになってるからね、うん、よくできてるんじゃないかな。でこれと比べてみるとこれはでかすぎだね。これはちょっとでかすぎだねはい、それでは発射してみてください。普通にまず引いてみて。引きましたよ、はい、ああそうだね、はい、普通のフルバックカーだよねこれはね、うん、で、デンタマが面白いところはここじゃなくて、こう引いてこうくるって回して、これ、うん、これだ、うん、起き上がっても走り出すとか面白いね、うん、あれ、もしかして E6 系の方が速かった？ちょっと競争させてみようか。あ、そうだね、この貯金箱まで競争だ。はい、じゃあちょっと競争してみようか。ここからここまで引くよ。はい、せーの、ほい。これまっすぐしてるとね、まっすぐしないとこっち向けないと落っこっちゃうからね。いくぞ、いっせーの、はい。あ、やっぱあるわ、 E6 系の方が速い。ほんとだ、新幹線と機関車でさ、スピードが変わってんじゃん。あ、全然違うじゃんね、うん、あの最後の伸びはトーマスの方があるみたい。そうだね、うん、でも色ちゃんが勝った。速いね、すごい速い、ね、新幹線もだから。はい、ということで今回は電車の卵デンタマトーマスでした。はい、ということで今回はデンタマを紹介しましたね、うん、久しぶりのデンタマでした。トーマス変だね、うん、はい、今日の動画がですね、もしよかったと思う方はですね、高評価ボタンを押してお願いしますね。はい、はい、そしてチャンネル登録していただくと、まえチャンネルが YouTube のね、チャンネル登録の欄に出てきますんで、更新がね、分かりやすくなりますから登録お願いしますねはい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。